吉岡藩作は、日本海軍の軍人、海軍中将。1869年5月、比護国に比護藩士の長男として生まれる。最最高卒業。1891年海軍兵学校18期を卒業し、海軍将尉となる。日清戦争では、防護巡洋艦、何はの分大使として、東郷平八郎艦長のもとに従軍。 富士海港委員などを経て、1901年海軍大学校2期を卒業。1904年海軍少佐となり、日露戦争では第二艦隊機関、出雲の砲術長として日本海海戦に参戦した。1912年大葬儀海軍事務委員、海軍演習審判官となる。橋立艦長を経て、1914年8月23日に、 浅間艦長に補ぎえされる。この日は日本がドイツへ戦線布告した日であり、吉岡は第一次世界大戦に出征する。当初は山谷谷に率いる第一南遣い主体に属して主兵率いるドイツ艦隊の捜索にあたり、また南洋軍島の占領作戦に従事した。ついで森山慶三郎率いる県米主体に属して、 南米から北米にかけての通称保護にあたる。しかしメキシコ沖で、海ずに、記載のない暗礁により、座礁事故が起きた。1915年12月に、筑波艦長となる。同館は翌年実施された、観艦,艦式において、大正天皇のお召し艦となった。今後艦長を経て、1917年海軍少将に、昇進し、教育本部第二部長となる。 1919年第一艦隊参謀長、1920年連合艦隊参謀長を経て、1921年海軍中将、海軍法術学校長となり、1923年将艦会議議員などを歴任し、1924年予備役となる。海軍中将制4位、軍理登校4級、法術の神様とも呼ばれた。 1930年死去。海名は聖中院で夏沖の敵中大古寺、墓は、熊本県宇城市小川町連富津にある。海戦士に学ぶ、ドイツ太平洋艦隊との海戦、浅間、日清座小佐門府査定書。廃越名簿、漢方第5963号。除任及び、事例1903年5月21日。漢方、第2824号。 除人及び、事例1921年12月29日。官報第2578号、除人及び、事例1921年3月9日。官報第2858号、付録、事例1922年2月14日。日賀屋アソシエーツ、熊本県人物、人材情報リスト、2007。ありがとうございます。